敬吉弔い機関車いや全くさようですよこう事故がよくなりますとこうして汽車の旅をするのも大変楽ですな時にあなたはどちらまでああ東京ですか やはり大学も東京の方でああさようですかいや結構なことですなえ私ああ私はついこの先の H 市まで参りますええー、そうですあの機関庫のあるところですよこれでも私は2年前までは従業員でしてな あの H 駅の機関庫に長い間勤めていたんですいやそのちょっと訳がありましてな退職したんですがでも毎年今日つまり3月の18日には決まってこうして H 市まである一人のかわいそうな女のために大変因果な用事で出かけるんですよ。 私がなぜ鉄道をやめたのかですっていや不思議なもんですなあちょうど1年前の3月18日にも私は HC へ行く車中でやはりあなたのような立派な大学生と道連れになりましてなそしてあなたと同じようにそのことについて尋ねていただきましたよ。 これというのもきっと仏様のおぼしめしなんでしょう。いやとにかく喜んでお話しいたしましょう。まったく学生さんはみんなさっぱりしていられるから。私がなぜ鉄道をやめたか、そしてなぜ毎年3月18日に H 市へ出かけるかといいますと、実はこれには、 少しばかり風変わりな事情があるんですよ。でもその事情というのが見ようによっては大変因縁ばなしめいておりましてなあ。なた方のように新しい学問を収められた方には少々向きが悪いかもしれませんがでもまあ車中のつれずれにとでもお思いになって聞いていただきましょう。 話というのは数年前にさかのぼりますが私の勤めていた H 駅のあの扇形をした機関庫にあれは普通にラウンドハウスと言われていますがそこに大勢の係員たちから弔い機関車と呼ばれている黒々とすすけた古い 大きな死体の機関車があります。形式番号は D50444 号で引き薄のように頑固でたくましい4対の連結主導輪の上にまるで身お女のお腹みたいな太った釜をのっけそのまた上に茶釜のような煙突や 福助頭のようなドームをいただいた堂々たる貨物列車用のテンダー機関車なんです。ところが妙なことにこの機関車は H 駅の機関車に所属しているたくさんの機関車の中でもまあ偶然と言うんでしょうが一番歴殺事故をよく起こす粗骨屋でして。 大正12年に川崎で製作され直ちに東海道線の貨物列車用として運転について以来当時までにどうです実に二十数件という歴殺事故を引き起こして今ではもう押しも押されもせぬ最大の何と言いますかレコードホルダーとして。 H 機関庫に前科者の派遣を握っているというなかなかやかましい代物ですところでここにもう一つ妙なことにはこの因果なテンダー機関車にまことに運が悪いといいますか宿命とでもいうのですか10年近くも長い歳月にわたって 機関車が事故を起こすびごとに運転乗務員として必ず乗り込んでいた2人の気の毒な男があったんです。1人は機関手で長田千蔵といいましてな N 鉄道局教習所の古い卒業生で当時年齢37歳鼻の下の偽物のちょびひげを取ってしまえば どことなく音はやばりのでっぷりした年よりはずっと若く見える大男で機関庫の人々の間ではもろにおさせんで通っていましたであとの一人は機関助手の杉本福太郎というまだ三十に手の届かぬ高男でして色が生白く体が痩せていていつも鼻の下に まるでおさせんのひげのようにススをこびりつかせているやつなんです。二人とものんき屋でお人好しで、酒など飲んだ後などはただわけもなく女どもに挑みかかってははしゃぎ回るほどの男なんですが、それでも D 5十4 4 4号の不気味な経歴に対しては少なからず敬遠とでも言いますか。 内心よんどころない恐怖を抱いていたんですで2人とも最初のうちはそんな恐怖など互いにお首にも出さないようにしていたんですがそうしたあまり気持ちのよくない事故が度重なるに従っておいおいにやりきれなくなってきたんですそしてとうとう 当時より3年前のある秋の夜ちょうどその夜は冷たいしぐれがそぼそぼと降っておりましたがな H 駅の近くのブリッジの下で気の狂った四十女の肉体を引きつぶしてしまった時からおせんの主張で彼らの間に一つの風変わりな辞意が取り上げられたんです。 というのは、つまり被害者の霊に対するささやかな供養の意味で小さな安物の花輪をキャップの天井へ77日の間ぶら下げて走るというわけなんです2人は早速それを実行に移しましたこのちょっとした催しは間もなく 同じ職場の仲間たちの間にがぜんいい反響を引き起こしましたそして人々はこのひげ男の干渉に対して一様に真面目な好感を抱くようになってきたんですさあそうなるとおかしなものでしてなおさせんも助手の杉本もおいおいに 心から自分たちの思いつきがいかにも張り合いのある有意義な営みのように思われてきてその後も相変わらず事故の起こった旅ごとに新しい花輪をキャップの天井へ四十九日間ぶら下げることを首相にも忘れようとはしなかったんですそしていつの頃からとなく人々は D50-444 号弔い機関車と呼ぶようになっていたんです。いや学生さんところがここ2年前の冬に至ってこの D50-444 号が実に妙な事故にしかも 数回にわたって見舞われたんです。それは2月に入って間もない頃の、霜の激しいある朝のことでした。当時、一昼夜一洋服で、YN 間の貨物列車運転に従事していた D-50-444 号は、帝国の午前5時30分に、 霜よりも白いエキゾートを吐き出しながら上り列車として H 駅の貨物ホームに到着しました。で早速ホームでは車掌貨物係等の指揮に従って貨物の積み下ろしが開始され駅助役はランプで列車の点検に出かけます。一方機関助手の杉本はゴールデンバットにプアネスの火をつけて そいつよこっちょにくわえるとあぶらさしをかたてにはなうたをうたいながらタラップをおりていったんですがまもなくすぎもとはかおいろをかえて物ものもいわずにキャップへかけもどるとゲージとにらめっくらをしていたおさせんのまえへこしをおろしみょうにおちついてぼうしとてぶくろをとり 痩せた手の甲へ息を吹きかけるとそいつで鼻の下のすすをきれいに拭き取ったんですこれが機関車の車輪に歴史者の肉片が引っかかっていた場合の杉元の一種の合図といいますかまあ癖なんですちょっと断っておきますがあの巨大な機関車が 夜中に人間の1匹や2匹を引き殺したからって乗務員が知らん顔をしているようなことはいくらもあるんですよでお茶船は気を悪くして立ち上がりましたそして黄色い声で駅員たちを呼び寄せるのです間もなく助役の指図で機関車は臨時に交換され D50444 号は 2人の乗組員とともに機関庫へ入院させられました。ここで2、3名の機関庫係員に手伝われて、機関車のちょっとした掃除が始まるんですが、およそ従業員にとって、この掃除ほどやっかいな気持ちの悪いものは、そうざらにはありませんよ。例えば、歴史者が腕をちぎられたとか。 両足を切断されたとか、あるいは胴体と首が真っ二つに分かれたとかまあそういうふうに割に整ったまるで刃物で傷つけられた時のようなさっぱりした殺され方をした場合は機関車の車輪にはときたまひからびた霜降りの牛肉みたいなやつがふた切れみ切れ引っかかっているくらいのものであとはただ。 ところどころに黒いシミがぼんやりついて見えるだけなんです。でそんな場合には少し神経の春めいた男でしたなら何のことはないまるで肉屋のまな板を掃除するだけの誠意さえあればことは足りるんですが一旦歴史者が機関車のトラックのど真ん中へ絡まり込んで。 たまをしゃじくのなかへすいこまれたりホイールセンターやコネクチングロッドに手あしをひっかけられてぜんそくりょくでぜんしんのものすごいぶんかいをさせられたばあいなんぞはきかんしゃのしたっぱらはめちゃめちゃにあかぐろいみそをふきつけられておびただしい血のにおいをはっさんするんです。 そしてまたそんな時には決まって被害者の衣服はそれが男の洋服であろうと女の着物であろうと着ぐるみすっかり剥ぎちぎられて機関車の下っ腹のどこかへ引っかかってしまうんですこんな場合の車の掃除がいわゆるみそになる歴史者でして機関庫の人々を腐らせるんです ところで今転車台でくるりと一回りしてラウンドハウスへ連れ込まれた D50444 号ですがちょっと調べてみるとどこでいつの間にか引きつぶしてきたのかこいつがそのみその部類に属するやつなんです杉本は顔をしかめてタオルに安香水を振りまきそいつをマスクにして 頭の後ろでキリッと結ぶとゴムのホースの先を持ってちょうど機関車の真下の機関にパックリ口を開いている深さ3尺余りの長細い廃坑の中へ入っていきましたところがここで奇妙なことが発見されたんですというのはこんな場合いつでもするように杉本は 機関車の下っ腹へ水を引っ掛けながらさてどこやらに若い娘の着物でも絡まり込んでいないかなと注意してみたんですが歴史者の衣類と思われるようなものは襦袢の袖一つすらも見つからなかったんですけれどもその代わりに杉本は妙な毛の生えた小さな肉片を まるでジグソーパズルでもするような意気込んだ調子で金火箸の先に挟んで持ち出してきました。で早速みんなで突き回して鑑定しているうちに献者係の平田という男が人間の肉片にしては毛が硬くて太すぎると主張し始めたんです。で、 騒ぎ始めた一同は兄さんの年寄り連中を連れてきて再び調べ始めたんですそしてその結果どうです意外にも黒豚の下腹部の皮膚であろうということに決定したんですいやところがこの意外にも奇妙な決定を裏書きする報告が それから2時間ほどあとに H 駅所属の線路講習によってもたらされました。というのはですな、H 駅を去る西方約6マイル、B 駅近くのカーブになっている上り線路上に相当成熟しきったものらしい大きな黒豚の無残なバラバラ死体が発見されたんです。B 駅というのは、 多分ご承知のこととは思いますが県立農産学校の所在地として知られた同じ名のちょっとした町にありましてなその町の近郊の農家では副業として養豚が非常に盛んなんです。で多分何かの拍子で豚舎の柵を飛び出した黒豚が気ままにカーブ付近の線路を散歩中 不慮の災難に出会ったものに違いない。とまあそんな風に機関車の人々は片付けてやがてこの事件も割合簡単にケリがついたんですそして人の良いあくまで親切なお札船は粗末ながらも身長の花輪をキャップの天井へぶら下げて再び仕事に就き始めました。 するとそれから数日を経たある朝やはり H 駅へ午前5時30分着の D50444 号の車輪に再び新しい黒豚のみそがくっついてきたんです調査の結果歴史地点は前回と同じ B 駅にほど近いカーブの上り線上であることがわかりました 不思議といえば不思議ですが、偶然と言ってしまえばそれまでです。で、おせんも助手の杉本も、四十九日どころか、まだ初七日にしかならない前の黒豚の花輪の横っちょへ、もう一つ新しいやつを並べなければならなかったんです。ところが学生さん。 恋か偶然か。偶然まだしても数日後のある朝同じ D50444 号の車輪に今度は定めし柔らかそうな白豚の味噌がくっついてきたんです助手の杉本は早速鼻の下のすすを拭き取りましたまさに3度目です時刻も場所も 前2回と全く同じです。機関庫主任の岩瀬さんはとうとう B 町の巡査派出所へ渡りをつけました派出所の安藤巡査からの報告によりますと3匹の豚はやはり B 町付近のそれぞれ別々の所有者からそれぞれの事実に盗まれたものであることが分かりましたが何者の悪さかさっぱりわかりません ただ弔い機関車 D50444 号はまるで彼岸への坊主みたいに忙しかったんですでもここで私はもう一度いや学生さん全く冗談じゃないんですよ本当にもう一度同じような歴殺事件が持ち上がったんですすべての条件は前3回とほとんど同じでした ひきころされたぶたはしろぶたでトンネルのどうもんみたいないのはながどうです手動リのクランクにちょこなんとひっかかってきかんしゃがはしるたびごとにかざぐるまのようにくるりくるりとまわってるじゃありませんか。いわせきかんこ七原けんしゃじょのりょうしゅにんはかんかんにおこってしまいましたよ。 まったくいたずらにしては少し度が過ぎるんですからなで早速機関庫助役の片山さんを指揮者とする3名の調査委員を選抜して B 長へ出張調査させることになったんですさてこれからこの片山助役を対象とする連中の奇妙な事件に対するいわゆる探偵探 になななるわけなんですがなこれがまたなかなか面白いんです。でまあとにかく事件後その探偵連中から聞かされた知識の範囲内で一通りお話しいたしましょう。この片山喜関子助役という人は帝大出身のパリパリでしてなまだ鉄道としては新人の方なんですが。 頭もいいし人格もあるしそれになかなか基地に富んだ敏腕家でして今ではもう出世して本省の監督局に収まっていられますがこの人が当時の部下であるこの機関庫係員を連れ既に一通りの下調べを済ました保線課の係員を案内役として翌日の午後2時発の下り列車で っへやってきたんです。現場のカーブ線路というのは B 町から1マイル足らずの H 駅寄りにあってカーブの内側は上り線路に沿って松林外側は下り線路に沿って一面の桑畑なんです。で一同が数字の書かれたコンクリートのマイルポストの立っているところまでやってきますと。 案内役の保選会員は片山助役へ4便目の事故があったのは昨日のことだからもう後片付けはきれいに済んでいる旨を断って現場に関する一通りの説明を始めたんですそれによりますと事故の現場は4便とも全く同じその地点であってその度ごとにそこに立っているマイルポストとそれから 枕木の四つ頭釘、これはカーブにおける線路の腹線を防ぐためにレールに接して枕木の上へチョックを固定させる頑固な釘なんですがその頭はどのチョックのそれもそうであるように普通5分ぐらい飛び出ているんです。でつまりその釘の頭とマイルポストの両方に。 それぞれ普通のわら縄の切れ端がつけられたままで残っておりました。で、要するに、と、捕船会員が最後につけ加えました。つまり犯人は、レールの外側のチョックの釘と、反対側にあるマイルポストとの間へ縄を渡し、そのレールの中心にあたる部分へ、豚を縛りつけて、れきさつしたものであろう。 と、私たちは思うのですが。すると片山助役がこう言いましたじゃあどの豚甲も皆殺される前までは生きていたんだねでもそうするとよくも縄で縛ったくらいのことで逃げなかったものだ犯人がカーブの地点を利用したのはなるほど縛ってある豚を機関車に発見されて停車されるのを恐れたからだろうがそれでも 豚甲の方では近づく轟音に驚いてそんなわら縄くらい切ってしまいそうなものだ」とそれから助役はもうこの現場にはこれ以上収穫がないと思ったのか案内役へ豚を盗まれた農家を訪ねたい旨を申し出ましたやがて一行は桑畑の中の野道を通り越して間もなく静かな B 町の派出所へやってきました そこでいかめしい八字ひげの安藤巡査に案内を頼んで4便目の犠牲者を出した農家を訪ねることができたんです。この家の主人というのは五十絡みの体の大きなあばたラの農夫ですが一行を迎えると臆病そうに幾度か頭を下げながら汚いムッとするような杉川武器の豚舎へ案内しました。 そしてそこで盗まれた白豚は自分の家の豚の中でも最も大切にしていたヨークシャー系の大拍手で60貫もある大メスだとかあんなにむざむざ機関車に食われてしまったんでは泣くに泣けんというようなことを鼻声で愚痴り始めたんですそこで片山助役は安藤淳さへ盗まれたのは もちろんひかれた朝の夜中のことでしょうね。と尋ねました。4件ともそうです。安藤巡査が答えました。一体どうやって盗み出すのですかすると安藤巡査は、この低い柵の開き戸を開けると眠っていてもすぐ起きてきますから、そいつへ東をくれてやると喜んでついてきます。と、 そこで、がたねました4弁とも調査なさった結果そうして盗まれたということが分かったんですねそうです4人の被害者の陳述は大体そういうふうに一致しておりましたからなすると助役が言いましたちょっとごめんどうですが前後4件のそれぞれの日付を聞かせてくださいませんか正確な日付ですか えっと、安藤巡査はポケットからノートを取り出して、えー、最初は2月の11日、次が、えー、2月18日、それから2月25日、そして昨日の3月4日と、それぞれの午前5時頃までの真夜中です。ははあ、じゃあやっぱり、 いや、すると7日目ごとに取られたということになるじゃないですか。とすると今日は月曜日ですから日月とつまり日曜日の朝ごとに取られたんですね。と条役はしばらく考えていましたがやがて今この町で日曜日いや日曜以外の日でもいいんですがとにかく1週間に1度ずつ 定期的に繰り返される一切の変化それはどんなにちょっとしたつまらないものでもいいのですが例えば会社学校が毎日曜日に休むとか床や銭湯が何曜日に休業するとかあるいはまた何かの位置が毎週何曜日に立つとかどんなことでもいいんですからとにかくこの町で7日目ごとに起こることを全部一度聞かせてみてくれませんか この質問には、さすがに安藤巡査も呆れたと見えまして、しばらく眉目をしかめながら考えを絞っていましたが、やがて顔を上げると、会社と言っても、H 銀行の支店ですが、町役場、信用組合事務所、農産学校、小学校、まあ、日曜日に休むのはそんなものです。 製紙工場は確か1日と15日床屋は7のつく日で月に2回銭湯は5のつく日でやはり月に2回それだけが高級で毎週ではありませんえー、っとそれから眉市、ま、はまだ出ませんが卵市なら5日おきにありますまあその他にはそうそう農産学校で 毎週土曜日の午後に農家のちょっとしたバザーがあるくらいのものです。ははあ、その農産学校のバザーでは何を売るんですかそこで安藤巡査はこう答えました。農家の方ですから、主として学生たちの栽培した野菜や果実、草花などです。なかなか繁盛します。すると片山助役は、 その答弁にどうやららら元気をつけられたらしく、今度は話題を変えて犯人がまだ挙げられないとしますと捜査や事後の警戒はどうなっていましょうかすると安藤巡査は公然としてもちろん処置はとってありますしかしどうも手不足でしてないや何分お願いしますでもかえってあまり騒がない方がいいと思いますじゃあ もうこれくらいで。助役はそう言って部下の機関庫係員や案内役を促しましたそして一行は間もなく静かな夕暮れの B 町を引き上げたんです一体機関庫助役の片山という人はもう部下たちも相当期間付き合ってたんですがどうもまだ 時々人を不審がらせるようなんななたにににでるのが、れらには,は,なはだ遺憾に思われてたんです。なぜって例えば B 長を引き上げた助役は H 機関庫に帰ってくると直ちに翌日からまるで弔い機関車の奇妙な事件なはもう忘れてしまったようにイケシャーシャーとふだんの仕事を続け出したんです。 二日たっても、三日たっても、依然としてそのままなんです。で、耐えかねた部下の一人が、五日目の朝になってそのことを、きつもんすると、そのまた返事が、じつに人をくっとるんです。だって君、何もすることがなければしかたがないじゃないか。ってんですよ。でも、その日の真夜中になって、 女役のこの態度はがらりと一変しました。それは多分夜中の3時ごろでしたでしょうか。女役は部下の一人、吉岡という男ですが、をたたき起こして外出の支度をすると、寝不足でふらふらしている彼を引っ張るようにして自動車に乗り込んだのです。どこをどう走ったのか。 吉岡には一向に分かりませんでしたがとにかく半時間近くも闇の中を飛ばし続けた片山助役はとある野原で自動車を降りると車はそこへ待たしておいて吉岡へ静かについてくるよう目くばせして傍らの松林へ入っていったんです吉岡はだんだん目が覚めてきましたそして間もなく 乾木の間の闇の中へ助役と2人でどっかと腰を下ろした時には彼らの前方10軒くらいのところが松林のはずれになっていてそのすぐ向こうはあの B 駅に近いカーブの鉄道線路であることが分かったんです。つゆで寒くなってくるにつれて吉岡の頭は少しずつはっきりしてきました。 そしておいおいに、助役のしていることが分かってきたんです。助役の腕の夜行時計は、4時30分を示しています。なるほど。考えてみれば、今はまさに3月11日、日曜日の早朝です。あの、機械なブタヌスットが、いつたびここへやってくるものと、助役はにらんでいるに違いない。 そう思うと吉岡は一層身内が引き締まるような寒気を覚えて街灯の襟に顔を埋めながら助役のそばへ小さくなってしまいますちょうど4時42分に夜行の旅客列車がものすごいうなりを立ててすぐ目の前の上り線路を爆進していきましたそして辺りは 再び元のしじまに帰ったのですがそれからものの5分とたたないうちに助役が急にキッとなって吉岡の肩先をしたたかにこづいたんです吉岡は思わず片づをのみましたなるほど桑畑の間ののみちの方から極めて遠くはあるが小さな低い それでいてなんとなく満足そうな豚の鳴き声が夢のように聞こえてきます2分もするうちにおいおいにその声は近づき間もなく銅床の砂利を踏む足音が聞こえて線路の上へ真っ黒い人影が現れました星明かりに透かしてみればどうやら 街頭らしいもののすそにズボンをはいたあしがみえますそしてそのあしのむこうがわをこんどはどこののうかからぬすまれてきたのかおおきなしろぶたがブイブイとなきながらなわらしいものでひかれてくるんですおとこはときどきこしをかがめてはなにか餌らしいものをくれてやりながらくだりせんをこえて 彼らの真ん中から少しばかり西へ寄った上り線路の上へ立ち止まると白豚へ再び餌を与えてそれからくるりと周囲を見回したんですどんな男だか暗くてさっぱりわかりませんやがて豚盗人は仕事にかかりました5日前にここで 案内役の保選会員がかれらに話した推定はまったく正しくそのとおりに黒い男は豚を縛ってそしてその哀れな犠牲者の前へたくさん餌をばらまいているんです2人は静かに立ち上がりましたそしてそろりそろり歩き始めましただが何ということでしょう ものの20歩も進まないうちに吉岡の靴の下の闇の中で枯れ枝らしいやつが大きな音を立てたんです。吉岡はハッとなるともう夢中で線路めがけて駆け出しました。瞬間豚のヌスットはちょっと松林の方を振り向いて何でもこう鳥の鳴くような異様な叫びをあげるといきなり。 丸くなった線路自たいにかけだしたんです吉岡はすぐに線路にとびだしてその黒い影を追跡しましたけれども2丁と走らないうちにもうかれはその影を見失ってしまったんですやがて「おーい!」と助役のよんでいる声が聞こえました で、吉岡は、なんだか責任みたいなものを感じながら、まあ、仕方なしにカーブのところまで戻ってきました。すると、何、かまわないよ。と、片山助役が呼びかけました。焦ることはないさ。それよりも、まずこの豚うをごらんよう。どうも僕は、ただ縄で縛っておくだけでは、そう何度もうまい具合に引かれるはずはない。 いからんんでいたんだ。見るとなるほど豚は少し変です四つ足を妙な格好にふんばって時々頭を前後に動かしながら苦しそうに喉を鳴らして盛んに何かを吐き出しているんです毒を飲まされたのさそう言って助役は結んである縄をほどき始めました そしてまもなく2人はかわいそうな豚を引きずるようにして車の待たしてある方角へ松林の中を歩きだしましたけれども途中幾度か激しい土砂に見舞われた豚は自動車のあるところまで来るととうとう動かなくなってしまいましたけいれんを起こしたんですで しかたなくそばの立ち木へしわっておいて驚いている運転手へ彼らだけ B 町の派出所へやるように命じましたそしてちょうど2人が自動車へ乗った時に松林の向こうを走る汽車の音が聞こえてくるとあれが D50444 号の貨物列車だよと助役が言いましたそして役らは B 町へ出かけて安藤巡査に豚の処置を依頼するとそのまま車でもうすっかり明け放たれたすがすがしい朝の郊外を H 駅まで走ることになったんです車中で吉岡は助役に尋ねましたあの豚は殺して解剖するんですすか。すると助役は「ううんもう豚甲には用はないよ。 僕はあいつが食いやました餌と毒を手に入れたからね。とそう言ってオーバーのポケットから34枚の花のようなせんべいを出してみせました。それはまだらに赤や青の着色があってその表面には小豆を2つに割ったくらいの小さな木の実みたいなものが一面にはりつけてあるんです。さっきの冒険のと。 助役が言いました。一番主だった僕の目的というのは初めからこいつにあったのさもっともこんなせんべいを手に入れようとは思わなかったがねつまり僕は盗んだ豚を殺してからではとても一人では持てないから生かしたままで線路まで連れてきてさてそこで上手に汽車に引かせるようにするためには単に縄を枕木の端のチョックのくぎと 反対側に立っているマイルポストとの間へ渡してその真ん中へ豚を縛ったくらいでは到底3弁も4弁も成功することはできまいだから当然盗んだ男は線路の上へ縛りつけてから豚を殺すか動けなくする必要があると僕は思ったんだところがドンキで殴り殺すとかまたは刃物で突き殺すとかあるいは 激毒で殺すとか、とにかくそうした手段で即死させるんだったなら何もあんなに縛りつけておく必要はない殺してそのまま線路の上へ投げ出しておけばいいはずだそれにもかかわらず犯人はそうしていないで僕は今こう考えるこの東の中にある毒は急激な反応を持ったものではなく犯人はみちみち毒の入った餌で豚を釣りながら 線路の上まで連れてくるとそれからレールの間へ動かないように縛ってなおいくらかの毒へを与える次第に毒の作用が始まる D50444 号がやってくるとまあだいたいそんなふうにねだがそれにしてもこの東は一体何だろう僕はこんなおもちゃみたいなせんべいは初めて見る君知ってるかい とそこで吉岡は早速首を横に振りましたそして間もなく H 駅へ帰り着いた2人は機関車の事務室を根拠地にしてあの冒険で獲得した妙な手がかりに対する研究を始めたんです最初の日は助役は一日中落ち着いて室内で例の東を相手に あれやこれやと考えまわしていた様子でしたが2日目にはとうとう外出して調べ始めましたそして夕方に帰ってきて仕出しの料理で晩飯を終えると早速吉岡ともう一人の調査員をつかまえてこんなことを言ったんです君たち明朝でいいからちょっと B 町まで行ってくれたまえほかでもないんだがまあとにかく一応説明しよう そう言って例の東を2人の前に並べながら僕は今までかかって調べた結果やっとこのせんべいの正体が分かったよこの奇妙な子どものおもちゃの小さい風車みたいないかにもまずそうなせんべいは普通に食用に供するものではなく東の中でも一番下等な焼き物の一種でいわゆる飾り菓子というやつだ そしてこの地方ではしかも一般にこの菓子を「張り菓子」と呼んでほら見たことがあるだろう葬儀用専門の飾り菓子になっているんだところでこのせんべいの表面の後ろからのりで貼り付けたらしい小さな小豆を砕いたような木の実だがいろいろ調べた結果学名は日本産大教普通に「しきみまたは「 話ばなぞと呼ばれる木乱化の常緑小凶木の果実であったな色眠酸と呼ぶ有毒成分を持っているんだ。シキミン酸というのはピクロトキシン族のけい毒とかいうやつでちょっと専門的になるがその生理科学的な反応は塩髄のけい中枢ってやつを刺激することによってちょうど転換のようなけいを起こしそのけい中に一時意識を失うのだ。 時としてはそのまま死ぬこともあるが、まあ猛毒ではないそうだ日本内地でも中部以南の山野にいくらでも自生しているものだよところでもう一つこのしきみの木の用途なんだがねこいつが実に面白いんだというのは昔から仏前用として墓地に植えたりまた地方によってはその枝葉を 看護家の中へ死人と一緒に詰めたりするほか、一般にはその葉を乾かしたり樹皮を砕いたりして仏前や墓前で炊くあの麦糠を製造する原料にされているんだ。わかるかい？つまりこのせんべいといいしきみの実といい二つながら手がかりとしては非常に特殊な白物であることに注意したまえ。ところで話はあの豚こうに戻るんだが。 もしも僕があの場合の犯人であったなら何もこんな風変わりな品物を使わなくったって例えば人参でもいいごくありふれた餌で豚うを連れ出しさて線路上へ来て縄で縛るなんて面倒なことはせずの能か何かで一度にたたっ殺しそのまま線路上へ投げ出しておくがしかしこの場合の犯人はすでに僕らも見てきたように実に不自然だ むししろ芝いじみたててをしている。ねここんとこだよこんな風変わりな特殊な品物をしかも毎毎利用するのはそれらの品物が犯人が何よりも簡単に入手できるような手近なところにつまり犯人がそれらの品物を商売していることを意味するんだで僕のお願いというのは B 町および B 町付近にあの葬儀用の針菓子と真っ向の製造販売をしている葬儀屋があるかないか君たち2人に調べてもらいたいんだ。とまあそんなわけで翌朝2人は B 町へ出かけたんですところが小さな田舎町のことですから巡査発出所町役場等で問い合わせた結果間もなく 片山助役の注文に符合するような装具屋のないことが分かりましたで2人の部下は力を落として H 駅へ引き返すと助役にその旨を報告しましたすると助役は意外にも嬉しそうな調子でこう言うんです多分そうだろうと思っていたよいやそれでいいんだ君たちの留守中に僕は機関車へ行って あの弔い機関車の長んがいつも花輪を買う店はどこだと聞いてみたらすぐ機関車の裏手付近の H 市の裏町にある実報社と呼ぶ草迎屋であることが分かったんだそしてしかもその店では針金菓子はもちろん真っ向の製造販売もしているらしいことが分かったんだこれからすぐに出かけようそして直接当たって調べた結果 実行者と B 長の何かとの間に一週に一度ずつ何らかの関係のあることさえわかればもう事件は最も合理的に一躍解決へ進むことになるんだとそこで早速彼らは出かけましたそして機関庫の裏を回って間もなく薄汚い2階建ての装具や 実へやってきました。助役は先に立って入ると早速慣れた調子で小さな花輪を一つ注文しましたなるほどその店の主人らしい首の太いハゲ頭の先のとんがったあから顔の五十男が恐ろしく憂鬱な顔をしながら盛んに木の葉を乾かしたやつをやげんでゴリゴリこなしていましたが 序役の注文を受けると早速緑色のテープを巻いた小さい丸い花輪のわら台へ白っぽい造花をさし始めたんですそこで片山序役はギロリと室内を見回しましたその仕事場の後ろにはなるほど針菓子らしい品物を並べた大きなガラス戸棚があってその戸棚の向こうには しきへつづくらしいしょうじどがすこしばかりあけはなしてあるんですがそのすきまからたぶんこのみせのむすめらしいわかいおんながずいぶんみょうなしせいをとっているとみえてへんなたかさのところからこうかおだけだしてもっともそのおんなはかれらがこのみせへはいってきたときから もうそんなふうに顔だけのぞかしていたんですがこんなにも妙に心を惹かれる顔を助役は初めて見ました髪は地味な束髪ですがぽってりとした丸顔で皮膚はろうそくのように白く透き通り鼻は低いが口元は小さくその丸い量の目玉は そぎぬを敷いたように少しぼーっとしてはいますがこれがまた何といいますか恐ろしく甘い魅力に富んでいるんですそして助役の一行を見るといかにもそれとわかる無理な作り笑いをしながら尊強な声で「いらっしゃいませ」と挨拶したんですこのことは 後ほどになって何度も何度も聞かされたことなんですがとにかく片山女役はその娘を初めてちらっと見た時にもう一生を忘れることのできないような何ともかとも言いようのない嫌な印象を目の栗玉のどん底へはっきりと焼き付けられたんですそしてこの妙な娘といい おそろしくつらくかまえのかわったおやじといいあはあなるほどこのうちにはなにかふかいひみつめいたじじょうがあるんだなとまあちょっかんてやつですなそれをかんじたんですいやどうもわたしはおんなのはなしになるとついながくなっていけませんさて しばらく黙ったままでそれとなく店じゅうを眺めまわしていた片山助役はやがてその目に喜びの色をたたえてすぐ彼らの横にあった水桶の中の美しい色々の草花を指さしながら盛んに花輪をこしらえているおやじへ言いました「おじさんきれいな花ですねこんなきれいなやつがこの寒空にできるんですか?」 すると親父はちょっと顔を上げて。できますとも。B 町の農産学校の温室でね。土曜日の晩方に行けば、あなたたちにだって売ってくれますよ。さあ、出来上がりました。60銭いただきます。へ、hey、い。と、そこで助役は、すまし込んで花輪を受け取ると。 代金を払ってそのままぷいっと表へ出てしまいました吉岡も早速助役の後に続いたんですが角口を出品にちらっと奥を見るとあの感じの陰気なそのくせ妙にかわいらしい娘はまだ相変わらず顔だけ出して表の方をのぞいていました外へ出ると助役たちはもう10軒ほど先を歩いています で、吉岡は急いで追いつくとその肩へ手をかけながら血色盤で言いました「助役さんあの親父とうとう毎土曜日の午後に B 町へ行くことを白状したんですからなぜついでに捕らえちまわんです」すると「我々は検事じゃないんだからな」と助役が言いました「むやみに焦るなよ」それに「 つかまえるにしても我々はどれだけかっことした証拠を持っているというんだなるほどあの親父は確かに先夜君に追われた犯人にくぶくりん違いないがしかし今つかまえるよりももう23日待って今度の土曜日の真夜中に例の場所で有無を言わさず現行犯をつかまえた方がはっきりしてるじゃないかあの親父は ままだまだ豚を盗むよ。何か深いわけがあるんださあ土曜日までもう一度静かな気持ちになってその最後の謎を考えられるだけ考えてみようで彼らは素直に機関庫へ引き上げることにしましたそして片山助役は翌日から彼の言明どおり あの陰気な実報者の親子の身辺に関して近隣の住人やその他による熱心な聞き込み調査を始めたんです。一日二日とするうちに彼らは全く二人きりの寂しい親子であって暮らしは豊かでなく近所の付き合いも良くないこと娘は豊という名のわがままなダダっ子で 妙なことにここ23年来、少しも家より外へ出ず年から年中、日がない一日、ああしてあの奥の前へ通ずる障子の隙間からまるで何者かを期待するかのように表の王冠を眺め暮らしていることそうしたことからどうやら彼女は何か気味の悪いかはわものであるまいかとのこと そしてその父親というのが、これがまた無類の子煩悩で、何かにつけても、とよやとよやとかわいがり、年柄もなく娘がぐずり始めたときなどは、さあもう旗で見る目も気の毒なくらいにおどおどして、なだめたりすかしたりしては、自分までボロボロと涙を流して、おおよしよしとばかりに、 娘の言いなり放題にしているとのこと。なお、またその娘のむしろヒステリカルなわがままは、最近、三月半年とだんだん日を減るにつれて激しくなってきたが、妙なことに、このひと月ほど以前から、どうしたことかはたとやんで、そのかわり、変に甘酸っぱい子どものようにはしゃいだ声で、時々、 古臭いカチューシャや珍章のはやり歌を歌って大声でうれしそうに父親に話しかけたりしていたとのことところがそれがまたどうしたことかこの45日前から再び以前のようにヒステリカルな雰囲気に戻ったとのことなどなどがおいおいに明るみへ出されてきたんですいやどうも 片山女役のこの徹底した調査ぶりには少なからず私も驚きましたよ。というのは私も当時よくその家へ買い物に出かけたことがあるんですが全くその度ごとにその娘は障子の隙間から顔だけ出して何とも言いようのないエロチックな笑いを浮かべながらあの薄いそぎぬを敷いたようなつぶらな量の目を見開いて やわらかな。でもむさぼるような視線を私のこの顔じゅうへそれはもう本当にああいやらしいなと思われるくらいにしつこく注ぎかけるのです。そしてまたそのおやじというのがまったく助役の調査どおりでして例えば仕事をしながらも 溢れるような慈愛に満ちたまなざしでせかせかと娘の方を振り返っては「そんなに障子を開けると風邪をひくよ」とか「さあお客様に記者のお話でも聞くがいいよ」などとそれはそれはまるで触るとこぼれるもののようにおどおどしたかわいがりようを一切ならず 私は見せつけられたのです。まあそれはさておきとにかくそんな調子でどしどし洗い上げた片山助役はやがてほとんど満足な結論にでも達したのか次の土曜日の夜には正確に言うと日曜日3月18日の午前3時30分にはもう涼しい顔をしてあのカーブの松林で その娘の親父を捕らえるべく、例の二人の部下と、それから H 署の巡査と4人で、黙々と闇の中へうずくまっていたんです。ところがここで、片山助役の失敗が持ち上がったんです。というのは、4時42分に例の旅客列車が通過して5分過ぎましたが、意外にも、 のスッとはやってこないんです10分20分一行は息を潜めて待ちましたがこの前でこりたのか大将一向にやってきませんそしてとうとう肝心要の D50444 号の貨物列車が通り過ぎてしまったんです うん、先生この張り込みに感づいたなよしもうこの上は直接実報車へ乗り込もうとうとう助役はそう言って不機嫌そうに立ち上がりましたやがて一行は B 駅からすぐ次の旅客列車に乗って H 駅へ行きましたそしてもう夜の分けきった構内を横切って実報車へ行くべく んの方へ歩いて行ったんです。とどうしたことでしょう弔い機関車のおさせんと助手の杉本がテクテクやってくるんです見れば杉本の例の鼻の下のすすがいつの間にかきれいに拭き取られているじゃないですか杉本は一行を認めると 大げさな顔つきでとうとうまたやっちゃいましたよ。何またやったと助役が思わず叫びましたすると杉本はええ確かに手応えがありましたよ。この駅のほんの一丁ほど向こうのブリッジの下です。しかもねお釜のわっぱにゃ 今度は女の髪の毛が引っかかってましたよ。豚じゃねえんです。で、早速彼らは、実行者の親父の逮捕をとりあえず警察に任せて、大急ぎで逆戻りをしました。そして間もなく、H 駅の西へ少し出はずれた歴史の現場へやってきたんです。ちょうど朝のことで。 ひえ,びえとしたブリッジの上にもつゆにぬれた線路の上にももうふきんのやじ馬たちがおびただしい黒山をつくっていましたその黒山をおしくずすようにしてわけいった一行の感覚へまっさきにピンときたやつはなまなましい血肉のにおいですつづいてかれらは足元にころがっている せいさんなおんなのなまくびをみましたあたまがうえはんぶんかけてなかののみそとりょうほうのめだまがどこかへとんでしまいめのあなからあたまのなかをとおしてくろちのこびりついたせんろのじゃりがみえますでもそのめだまのがらんどうになったはんかけのおんなのかおをみているうちに おいおいに彼らはそれがあの葬具屋の娘であることに気づいてきたんですそれから彼らは助役に引っ張られて震えながらもう一つ奥へ進んでいきましたそしてそこで線路の上へ転がっているものを見た時に一行は 思わずおうとを催しましたそれは股の付け根から切断された両足らしいものですがほとんど全体にわたって太さが直径89寸近くもあるまるで丸田んぼですおまけにその皮膚の色は血の毛がうせて鉛色なんです助役は 青い顔をしてかがみこむとでも平気でその肌へ指をグッと押しつけましたするとその部分の皮膚はただ無数の糸も不快なしわを寄せただけで少しもへこまないんです助役は難しい顔で立ち上がると重い調子で言いました「こりゃ切断のためにできた腫れじゃないよ」 君たちはあのフィラリアっていう寄生虫のためにリンパ管が塞がれてリンパの鬱石をきたした場合だとかあるいはまたちょっとした傷口から連鎖状球菌の侵入によって不首相の病後に続発的に現れる臓皮病ってやつを知ってるかいこいつがそれだよ僕の大学時代の友人にこれを病んだやつが一人あったよ幹部は主に足で。 炎症のために皮膚が次第に腫れ上がって移動性を失ってくるんだ臓皮病で死んだということはあまり聞かないが元通りに治るってことはまあ大体絶望らしいなと助役はここでちょっと居住まいを正してどうやらこれでこの事件も幕になったらしいねあの豚の歴殺事件が こんな悲劇に終わろうとは思わなかったよ。いや、僕の手ぬかりだった。あの娘はおそらく自殺なんだろう。というのは、いや、とにかく歩きながら話すとして、とりあえず実報者へ出かけよう。あの親父かわいい娘のこんな死にざまを見たら、きっと気狂いにでもなっちまうよ。そう言って助役は、 歩きながらこの奇妙な事件の最後の謎つまり実報者の親父が豚を盗んだ動機を彼のその優れた直感力でどんな風に見破ったかということを手短に話し始めたんですいや学生さんところがその助役の直感力ってやつは効果不幸か当たったんですよそしてそのことの正しさは 間もなく検視官の手によって娘の海中から発見された意外にも弔い機関車のお左遷宛ての遺書によっていよいよ明かされたんです。でその娘の手紙なんですがね実は今こうして私が持っているんですよ。いえ助役の話なんぞ繰り返すよりもいっそのことこの手紙をお目にかけましょう。 それに第一、私としても、今ここで助役のその下り顔の説明なんぞ再び私の口からお話しするのは、とてもつらいんです。というのは、その話ってのが、そもそも私の過去に致命的な打撃を与えた、苦しい思い出だからなんです。さあ、この汚らしい手紙なんですが、どうぞ。 ご覧くださいお懐かしいお左遷様私は実報者の一人娘豊でございますこの手紙をあなたがお読みになる頃にはもう私は少しも恥ずかしいことを知らない国へ行っておりますだから私はどんなことでも申し上げられると思いますどうぞ 私の話をお聞きください。私は子供の頃から不幸せでございました。私の家にはあまりお金がありませんでしたので、私の父や母は私をよその子供さんたちのように幸せにはしてくれませんでした。だから私はちょうど今から4年前の19の年に、 ふとしたことから右足に小さな傷をした時にも十分に医者にかかることもできませんでしたするとその傷からばい菌が入って私は単独という病気にかかりましたでも驚いて医者にかかりましたのでその病気は間もなく治りましたがまた半年ほどすると今度は再発単独という さきの病気とよく似た病気にかかりました。今度はなかなか治りませんでした。そして私は、臓皮病という恐ろしい病気に続けてかかってしまい、私の両足は、とてもとても人様に見せられないような、それはそれは醜いものになってしまいました。医者は、 死ぬようなことはないが元の通りには治らないと言いましたそして毎年春や秋が近づくと私の両足はいっそうひどく腫れるのでございますお懐かしいおさ遷様何という私は不幸せな女でしょう私は父や母を呪いたくなりましたでもその頃から 父や母の私に対する態度はがらりと変わりました父はもう夢中で私を何より大事にしてくれるようになりました母は毎日毎日私に対してすまないすまないと気るいのように言っておりましたああそして本当に母は気るいになってしまいましたそれはちょうど3年前の 冷たい雨の降る秋の夜のことでした気の狂った母ははだしのままで家を飛び出してとうとうブリッジの下で汽車にひかれて死んでしまったのですでもお懐かしいお左遷様その時の汽車の運転手があなただったのでございますそしてなんというあなたは親切なお方でしょう 私の母の魂のためにあなたは花輪を手向けてくださいましたそしてそれからあとも時々人を引くたびに私の家へ花輪を買いに来られました何という美しいお心でしょうでも母懐かしいお左遷様私は初めてあなたをお店で見た時からあなたが とてもとても大好きになってしまってほんの少しの間でもあなたを忘れることができなくなってしまったのでございますまもなく父は私の気持ちに気づきましたそしてもうその頃では夢中で私を大事にしてくれていましたので時たまあなたが花輪を買いに来てくださると父はできるだけ手間を取ってあなたの花輪をこしらえるようにさえしてくれました でも、恋しいお左遷様、私は、醜い体を持っておりますので、あなたのおそばへそれ以上に近づくことのできないのを、だんだん不平に思うようになり、そして、日増しに気が短くなって、わがままになり、一年に二三度ぐらいしか、花輪を買いに来てくださらない、あなたのお姿を見るために、いくたび父を門口に立たせたことでしょう。でも、 毎日毎日奥の間の障子の影から顔だけ出してあなたの来られるのをいつまでも待ち続けている私を見かねたのかとうとう父はちょうど今から一月ほど前 B 町へ毎週草花を買いに行くたびに何でも大変効き目のある神様へお願をかけてくるように約束してくれましたするとどうでしょうその大変効き目のある神様は 哀れな私の願いをお聞きくださって、日曜日ごとにあなたにお目にかかれるようにしてくださいました。ああ、その頃の私は、なんという幸せ者でしたでしょう。毎日毎日歌を歌ったり、父と愉快に話をしたり。でも、それはほんのつかの間のことで、この前の日曜日には、もうあなたはおいでになりませんでした。 そして、何事があったのか、父はもう、罰が当たるから、おがんをかけるのは嫌だと言い出して、だから今夜も、花だけ買って早く帰ってきてしまいました。そして、抑えきれなくなった私は、とうとう父と醜い口争いを始めたのでございます。そして、ああ、恋しいおさ左ん様、とうとう私は、 ちょうど手に持っていたひつぎ板に穴を開ける四つめっきりで誤って父を殺してしまったのでございます。私はもう生きている望みをなくしてしまいました。私はこの手紙を抱いてあなたのお手にかかって母のいる国へ行きます。私の家のお店に私がこの手紙を書いてから 急いでこしらえた花輪がございます。どうぞ、その花輪を哀れな私のために汽車へ吊るしてやってください。三月十七日夜、実行者の豊より。やれやれ、お読みになりましたかな。いや、そこにも書いてありますように。 女役の一行が実報車へ乗り込んだ時にはもうその娘の親父は脇腹から心臓をめがけて大きな霧を突き立てられたまま作りかかりの棺桶の中へのめり込むようにして冷たくなっていましたよいや学生さんこれでなぜ私が鉄道稼ぎをやめるような気持ちになったか そしてまた、なぜ毎年3月18日、つまり、実報者の娘の命日に、こうして、H 氏の共同墓地へ墓参りに出かけるか、お分かりになったことと思います。えああ、そうそう。もう、とっくにお分かりのことと思いますが、実は、この私が、弔い機関車のおさせんこと。 んなです。いや、どうも長々としゃべらせていただきましたなどうやらぼつぼつ H 駅に近づいたようですではこれで失礼いたします